チョンラナムドの港町ヨス名物、シタビラメのスコチュジャンあえで朝ごはん。新鮮な魚介類が集まるヨスの港。雨風を避けようとたまたま飛び込んだのが、ここで40年続くトルサンシッタン。メニューはヨス名物のシタビラメ刺身の和え物とタチウオの煮込み。初めて食べるシタビラメの和え物を注文した。アジュンマの話では、韓国の有名な実業家、料理家のペクジョンウォン氏が何度もプライベートで来た食堂だそう。和え物と何種類ものおかず、ビビンバ用のご飯、もやしスープ、わかめの酢の物、キムチ、タチウオの佃煮、大根の漬物、豆腐の煮物、タチウオの塩辛に唐辛子の醤油漬け。細く切った刺身と大根、サンチュを、マッコリ、スコチュジャンであえた料理。刺身もたくさん入っている。フルーティーな甘酸っぱいタレがたっぷり絡んでいて美味しい。お酒のあてにもいいタチウオの塩辛。ご飯にのせるとまたご飯が進んでしまう珍味だ。おかずが美味しいのでなかなかビビンバにできない。やっとビビンバにする。シタビラメの和え物をご飯よりたくさん入れて、しっかり混ぜる。できた。別々に食べるのとはまた違う美味しさ。ご飯と爽やかな甘酸っぱい和え物が一体になって、一口ごとにとても満足感を感じる。次はサンチュに包む。韓国ではおなじみの食べ方だけど、こうして何段階も別の楽しみ方があるのが面白いといつも思う。
和え物をもっと贅沢に入れて食べよう。塩辛を少し混ぜると旨味が増して酸味が和らいでさらに美味しくなった。海のごちそうを食べに来たのだけど、同時に体まで喜びそうな健康的なご飯。韓国料理ってすごい。ごちそうさまでした。雨風が強いのでコーヒーでも飲んで雨宿りをしていけと店のご主人が言ってくれたのが嬉しかった。